皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン 3X マッチやっていきたいと思います。こちら限界に挑むエクストリームバトルということで、ファンからマッチで S プラス0以上にならないと参加することさえできない強者だけが集まる新しいモードでございます。どんなバトルが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速潜っていきましょうか。楽しみですね。はい、まず1戦目いきましょうか。ルールはガチホコバトル。そしてこの X マッチは X パワーというものを計測するみたいでして、今回5戦終わればとりあえず最初の X パワーが出るみたいです。まあなので5戦なるべく負けるなということですよね。5連勝目指して頑張っていきましょう。ガチホコバトルですので、まあホコをね、相手の関門も通りつつ相手のホコ台まで運べば勝利となります。最初の爆破取られたの若干でかいですけども、落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。トーピード投げてる人がいますが、オッケー、まずそいつ倒した。今下いたか、大丈夫か、見間違いか、今いたよね、あれ見間違いかな。後ろにも通ってないみたいですね。わかりました。したらそこのガードもうまく使いつつ、下を見て敵がいたら突っ込んでいきたいけど、おーっと左下いるね、そこ突っ込んでいきましょう。ギリギリ間に合っていない。あーっとちょっと待って、マーカーがついてしまいましたね。味方が結構攻めてくれているので、 MK さんは若干守りに徹しつついきましょうか。マーカーついちゃってるんで、おーっとこのトルネード危ないね。ちょっとそこのと、待ってX マッチだからさ、もちろんですけど全員 S プラス0以上だからまあ強いわけですよMK さんみたいな人が来ちゃっていいのかという、まあでも MK さんだって S プラス0ですからね。頑張っていきましょう。歩行は誰か持ってくれてる。結構ガチ歩行ってね、周り塗るのも大事になってくるんで、しっかり周りも塗りつつ進んでいければと思いますが、まずはそこ一体倒しきりたい。 OK 倒した。で後ろのそいつも倒していく、素晴らしい。2キル、まあでもキル数じゃないからな結局な、ガチマッチもな。ここバーッと攻撃して、とりあえずここ割っときます。で割ったところで待って、炭酸ボムが危ないですね。炭酸ボムも上手い人使うとめちゃくちゃ強いからな。でもてか上手い人しかいないから、ここ落ち着け落ち着けよ。そこの敵、待って、右来てた、左来てた、打ち合いになっておりますが、1体だけでも持っていきたい。なるほど。まあとりあえずこっち関門だけは突破してるから、相手よりは進んでるっちゃ進んでるんですけど、ノックアウトってね結構 X になってくるときついと思うんだよな。特にホコは、ヤグラとかね、エリア、まあ、エリアはね、ノックアウトいけると思うんだけど、ここきつい、ここきついと思うな。しかもさ、ここは結構ね、途中のところ歩かないといけない場所があるので、そこも込みになると多分ね、カウント勝負になると思います。49だともう全然勝てないと思うんで、まだまだ攻めますよ。周りもしっかり塗りまして、カニタンクあんまりここだと使えないかもしんないな。シャープマーカーの他のやつください。いやでもクイックボムねと MK さんも OK、 ワイプアウト、いけ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 。 MK さんが持った、なるべく進みます。ベストカウント MK さんが更新します。もうご利用せよ、ちょっとでも多く進みます。 OK、 いい17まで進めりゃ十分でしょ。待って、こっち一人落ちてね、おい待て、こっち一人落ちてんじゃん。まあ落ちてたとしたら別に勝たなくてもなんとかなるんですけど、ちょ、いや待って、勝ちてえな。でもせっかくだから勝ちたいな。ここ一人抜けててもさ、カウント余裕で勝ってっからいけそうじゃない。おい勝とうぜこれえ、勝つ以外にさ、 X パワーってどういうので計測されるんだろう。あれ称号みたいなやつかな。そう、エスプラとかの、バンカラマッチはね、ギリギリ間に合ってなかったね。称号の銀とか金の数でも結構なんだろう、上がり幅とか変わってたんで、多分 X マッチもその仕様じゃないかな。だとしたら、3人になるとあんまりいいことはなさそうだけど、まあでも勝っておいた方がいいんじゃない。まあ負けて脳幹にするっていうのも一つの手だと思うんだけど、それで結局ね、なんだろう、まあもう一回やってね、勝てそうな勝負を捨ててさ、勝てるか負けるか分かんないやつやってもあれだからさ、危ないって。そのボム落ち着け。1体こっちやられてるけど、相手も1体やられてる。で残り1分でしょこれさ、割られないように、いやでも1分か、
1分間はきついよね。そう、最後の最後だったらね、矛が割られないように調整するっていう手があるんだけど、今はあんま関係ないね。思いっきり来てる、思いっきり来てるよ。誰か塞いでくれます、防いでくれますか。それもう MK さん突っ込むか。ここ、とりあえず1人突っ込んで、待て、あー、もうマーカーもついちゃったし、まあとりあえず、はい、矛は大丈夫。あー、爆発しちゃうか。落ち着け、マーカー外れろ、 OK で、誰か来たら撃つけど、どう来ますか。誰かその矛取ったら撃つけど、オッケー来た。ここ撃てててて、あぶね、あいつ落ちた、あぶね。今進まれてたらワンチャンあったぞ。まあでも関門突破しないといけないからね、相手もね。17まで来るのはなかなか あれが必要ですけど、落ち着け、そこをとオッケー、一体で、もう一体、あ、逃げられてるか。待って、もう一体そこいるな。落ち着け、そいつ、まあ味方倒してくれたからいいとしましょう。基本的に相手を一人でも常に倒しておけば数的有利は取られてないって感じにはなるんですけど、いやもういけるだろ、あと5秒でしょ。いける、最後奪われましたが、あれ無理やり止めます、 MK さんが止めます。マーカーついてるけど大丈夫、これぐらいだったら OK。 ちょっと危なかったね今、ちょっと攻めすぎたね。もうちょい引いてさ、関門来たぐらいで倒してもよかったかもしれない。ちょっと今勝てたからいいけど、負けてたら先輩になってた。あぶねー。ということで、とりあえず1戦目勝つことができましたが、いやちょっと3人だったんだよ今。すごくない？1人落ちてて勝ったぜ。X マッチ。いやーまあそれだけね、こっちのメンバーが強かったということでしょう。MK さんも活躍してなくはないんじゃない？まあ10キル9で、まあキルデスじゃないからね。これもね、ガチマッチもね。ということで、OK。まあ、よくわかんないところが1個埋まりましたが、はい、これはかけらでゲットしておきまして、どんな感じだったんだろう、ちなみに。MK さんは、まあこんなもんか。うん、1人落ちてて。うん、いいんじゃない？よーし、じゃあ次の試合行きましょうか。よーし、第2試合行きましょうか。ステージは、マサバ海峡大橋。さっきとは別のところですね。もちろん、ルールはガチホコバトル。なんとか勝てるように頑張っていきましょう。うわ、シャープマーカー多いな。よーし、行くぞ。レディーゴー。全然ダメでした。ちょっと話になんなかったね。敵が強いっていうか、味方が弱いっていうか、MK さんがあんまりステージをうまく分かってなかったというか、反省が多い試合でした。はい、行きましょうか。第3試合、ステージはマサバ海峡大橋。さっき負けておりますので、今回はなんとか勝っていきましょうか。そう、ここのステージ何がむずいってね、最後の押し込みがむずいんだよ。最後のところ坂になっててさ、完全に相手の方が有利なんですよね。で、結構ほら、相手の方は高台が用意されてたりして、最後の押し込みがむずい。だから本当にカウント勝負になると思います。まずは最初こちら割っていく。素晴らしい。最初割るの結構大事ですからね。自衛を広げるという意味でも、割れるなら割っておいた方がいいと思います。まあ無理やり割りに行ってやられるのもあれなんですけども、これさ、 MK さんシャプマなんで結構攻めてった方がいいわ、ここのステージ。待て、ちょ、さすがに裏取って負けるのは下手すぎ。あぶねー。ありがとう味方、アシストしてくれましたが、ちょい、今のはメガホンか。まあそうだよね。ちょっと待てよ、あのゴーニーガロンちょっと強そうだな。大丈夫か。まあそんなこと言ってらんないよ。カウントリードはされましたが、まあその段階じゃ全然関係ないでしょう。で、相手が2人やられてるので、今のうちに面積を広げておきたい。ちょっと待って、集中してっからさ、あんまり喋れねえからよろしく。はい、ここでロボゴムが危ないって、もう分かってた、今分かってた、溜め始めちゃったもん。ちょっと待って、MK さんが先輩にならないようにだけ気ぃつけよう。アシストでいいからちゃんと協力しよう。いやでもそんなことも言ってらんね。ちゃんとやっぱ自分が主軸で動かねえと。自分のおかげで勝ったと言える試合にしたいよね。まあ、でもあんま、いや、そういう心持ちでいくから。で、ここを、はい、割りまして、まず関門行って、ちょ、しかも、そうか、そうだよな。落ち着け。大丈夫。全然大丈夫。待て。はい、奪われたけど、まだこっからよ。待てよ。こう来て、そこ、食い棒当てたいね、まず。あー、食い棒が吸われた。ありがとう、味方防いでくれる。ちょっと待て、ちょっと怖いな。結構、あー、そのあれか。びっくりした。そのソナーっていうか、そのソナーはこっちのか。で、ここ、カニタンク使って、とりあえず場を荒らします。場をパーッと荒らします。周りをパーッと黄色く塗りまして、OK、ナイス。そして、ちょっと待って、横来てる。OK、倒した。で、そこいるね。倒しておきたいけれど、どうだろう。OK、ナイス。
いいよいいよいいよ、この調子この調子。はい、カウントリード入りましたか。ナイス球が怖いね。そこを倒しときたいな。はい、一旦壊して逃げられる。まあそうだよね。でおっと待って、いつの間にか16まで進んでる。ここは勝ったんじゃない。ここ多分ねノックアウトはきついんだよ。16、いやでも16ぐらいならありえるか。ちょちょ、落ち着け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 。メガホンレーザーがマジで強い。メガホンレーザーの追尾能力もうちょっと落としてもいいと思うんだけど、アップデで。あーで真ん中まで戻っちゃったけど誰か来てるんで、そいつの邪魔だけされないように MK さんちゃんと手を加えていきましょう。倒せ倒せ、あったごめんなさい。でも MK さんに構ってる間になんとか、うわー MK さんが悪いな、私が悪いな今の、ごめんなさいだな。もう一度飛びましてちゃんと取り戻しましょう。うんと、はい、ここジャンプして落ち着け、取るか、無理やり無理やり取ってシールド切れたところでもう一個シールド来るんだ。後ろのナイス弾は無理よ。それはもう MK さんじゃなくても無理だった。まあまあワイプアウトしたんだったらここは一回落ち着こう。ちゃんと自衛は濡れてるんで相手のなんだ攻める速度もそこまで速くないでしょう。そう、本当にね周り塗っておくか塗っておかないかで相手の攻める速度全然、まあ入ってるか。ちょっと待って、ちょっとあんま良くないな、デス数が多すぎるな。やられないようにしようか。やられるってだけでもね結構味方にお、いけるぞ感を与えてしまうので、やられないようにほんと気をつけようね。で相手も関門は余裕で突破してる。はい、こいつ倒して、そこ割っちゃうかも。まあ割ってもいいか、塗るんだもんね。でこの辺もちゃんと塗っておく。青いところをなるべく少なくしつつ前に進むよ。そこのシールド落ち着け、大丈夫。カニあるね、カニもうちょい溜まるね、カニ来たね。でそこ倒しきりたいけどどうだろう、上行って、うまいよ今のは。今のイカロールちょっとうまかったね。まあ味方が倒してくれてありがとうございます。でここがそこ進行してるので MK さんはもう MK さんがなんとか前進めます。こう来て落ち着け、そこ攻めます。はい、爆発に、どこの誰の何な、今シールド当たったんかな最初に。ちょっと今納得いかないけど一旦ちょっとちゃんと引くね。飛んでもいいんだけど飛ぶと今やられそうな感じだったわ。落ち着け、残り27秒でしょ、大丈夫。あともう守るしかねえから、こっからノックアウト決める必要はないから、あともう守ることに徹します。 MK さんはとりあえず塗る、この辺塗っとけ間違いねえから。この辺しっかり塗る。で、そこ入ったとこ倒す。ナイス。で、こっち側もちゃんと塗っておく。そこ一体いるな。ここを倒していきましょう。ナイス。いいよ。最後の最後結構貢献できてるんじゃないでしょうか。はい、そこ取ったところ、最後は、割りたいけど、大丈夫。あぶねえ。まあ、ちょっとデス数は多いけど、倒さないといけないところは倒してた感あったんで、許してくださいって感じですね。ちょ、キルデスじゃないんで、ガチホコは。うわ、でも表彰がしょぼいね。表彰がしょぼいってことは何もしてないってことかもしれない。歩行にも貢献してないし、バトルにも貢献してないし、塗りにも貢献してないし、ちょっと正直今のはおんぶに抱っこだった感がありますけど、まあでも勝ちは勝ちだから。勝ちは勝ちだから、これも X パワーだから、ということで、はい、まあ、たまにはね、ちょっとおんぶに抱っこで楽に勝たしてくださいな。ギアパワーアップでなんか一つかけらゲットしましたが、よーし、じゃあ、この調子じゃないね。今度は自分が頑張って第4試合行きましょうか。はい、行きましょう。第4試合、ガチホコバトル、ステージはゴンズイ地区ですね。多分 MK さん、こっちの方が得意だと思う。もう今後もゴンズイ地区だけ来てほしいという感じなんですけど、よーし、行きますよ。まず、じゃあ、左側から攻めましょうか。はい、オッケー。まあ、今のはね、なんとか勝てるよ。オッケー。そして、表彰も金3つ、結構でかいんじゃないでしょうか。よーし、じゃあ、この調子で、第5試合、最後の勝負、やっていきましょうか。よーし、行きましょう。泣いても笑っても、最後の試合、ステージは、ゴンズイ地区。今のところ、3勝1敗なので、ここ勝って4勝1敗だったら、X パワーも悪くないんじゃないかな。ちょっとね、金の称号いっぱい取れてたかは微妙なんですけども、まあ、結局 MK さんはとりあえず、勝ち負けだけ考えてるんで、表彰を取ろうとしてなんか行動しても無理だからね。そう、もう MK さんはとりあえず勝つことだけ考えたいと思います。左側ちょっと怖かったね今。あ、誰か来てた今。待てよ、後ろ来てるよね。落ち着け。大丈夫だと思う。一旦ぐるっともちゃんと見てから OK 回るよ。ここいたね。はい、ローラー、そいつがちょっと無双してるけども MK さんが倒していく。素晴らしい。いいよ、ワイプアウト決まりました。そして関門突破、味方がしっかりやってくれている。したら落ち着け落ち着け、そこを手前来てるの倒す。
待て、大丈夫大丈夫大丈夫、もうこれノックアウト決めたいんだ MK さん。 OK、 そこも倒してくれた。そしたらここ、あー上か、あのローラーちょっと強いね。今のさスプラローラー MK さんが倒したやつなんだけど、あいつちょっとね、あの最初カーリングでイカ忍者で攻めてきてたし、ちょっとね やるやつだな多分ね。強いよあの子。はい、ここ倒して、待てよ、あーローラー来そうだね。そこ一旦警戒しつつ下の方が、よし、このローラーやるなあのスプラローラー若干プロだね。これ本当に同じあれかレベル帯か、うっ、まあ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 攻めすぎたよな。よし、一回ちょっと立て直そう。ハイドラントでやられましたが落ち着け。とりあえずこっちが関門突破してるんでかなり有利。あっちに関門突破させないまま勝ちたいよね。結局これ関門さえ突破されなければどうとでもなっから。一旦この辺しっかり塗って関門まで近づかせない。でここに誰かが注目してるときはあの結構ね、なんだ、後ろがあれお留守になりがち。ちょっと全然日本語出てこないけども試合中だから許して。でここ、誰か来てるけど OK 倒してくれた。うわ、ホップスマーか今の。OK、ナイス、倒してくれた。相手2匹しかいないよ。2匹2人どうやってカウントすればいいのか分かりませんが、多分イカだからどっちも正解なんでしょう。で待て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 、雨怖いね。ここし、雨こ、雨く、雨雨すごい。相手1人しかいないよ。ガチホコ奪って、ちょっと待って、これさちょっとだけ守り入っていい？この辺ちゃんと塗っといた方がいいと思う。あのね、相手が関門来てないからさ。お、そこいたね今。そこ後ろから回ってローラーしっかり倒していく。ローラー結構暴れ気味だからね、倒せるときに倒しておきましょう。でインクしっかり溜めて、そこいるね、落ち着け。ここしっかり止まって倒していきましょう。オッケー、ナイス、まだいるまだいるまだいる、ハイドラントいるよ、ハイドラントいる正面。オッケー、ナイス、いけるいける、来てない、ちょっと待って、あー、ここで止まってたか。待てよ、ローラー来てんだよ、ローラー来てんだよ、ローラーいるんだよそこ。落ち着け。ローラーどこ行った、ローラーどこ行った、下、ローラーだよね多分ね。ね、ローラーやっぱどうにかしないとあれ奪えない。うわっと、うわっと、うーん、なんとかちょっと無理やりエイム合わせて倒しましたが、ローラー、あいつはノーチラス。ちょっと待って、ローラーどこ行った、うん、ローラーが今矛持ってんな。なるほど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 、矛持ちもうまい可能性があるよ。落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫大丈夫、矛持ってるじゃ大丈夫、 MK さんがなんとかするから。あーっと、大丈夫、バレてるけどもうどっか行ったと思ってると思う。ほら、ここでなんとか倒していく、素晴らしい。はい、ガッチホコ防いで周りを塗ります。ノーチラスも倒します。いけるいけるいけるよ。ハイドラントが落ちてきて、ちょっと待て、そこまで行ったいるな。後ろ引いてきたところ倒したいけれど、どうでしょうか。こっちもついてるが、なんとか無理やりエイム合わせて11か。まあ11だったら十分でしょう。でこれを MK さんがやってるうちに味方は何をしてたんだろう、よくわからないまあ自衛とかを塗ってくれていたんでしょうね。塗るの大事だから、本当にガチホコは塗りマジで大事。でこういうね、何、関門の、うわいたんかい、関門のね、横もうマジで塗っとくと、いいよ、相手が登ってこれなくなるから。おっと、そこのローラー MK さんが倒しておく。でこの辺もしっかり塗る、結構貢献できてると思う今回。キル的にも塗り的にも展開的にも貢献できてるはず。そこ倒して倒しておきたい、ありがとう、今のトーピードめっちゃ助かった。でここの、はい、歩行章をなんとかかわしつつ、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫大丈夫大丈夫、ここでしょ、はい倒す、オッケー、いいよ、あと43秒、かなり貢献できてる。でこの辺りもちゃんと塗ります MK さんが。はい、 MK さんが塗って、そこなんとか倒してくれている。あっ、ちょっと待ってね、今のやられちゃったか。落ち着け、あと30秒ね。こっちが2キルされて相手が1キル。落ち着け、大丈夫大丈夫大丈夫、相手だって関門すら突破してねえから。いやでもね、これね、矛ってあるんだよ、勢いがありえるんだよ、ここは。あのね、まあ2までほどひどくないけど、関門が来たからね。関門がなかった時代なんて本当に一瞬油断したらやられてたんだからね。で待てよ、ここそこあるだろ、ここそこあるだろ、はい、ここ無理やりカニタンクでガードしたいよ、無理やりカニタンクでガードしたいよ。そこ後ろ打つか、後ろ打ちして多少当たればラッキー、当たらない、これちゃんとちゃんとそこ倒す、オッケー。今の最後の MK さんの食い棒じゃない、多分食い棒だよね、今食い棒で最後倒したよね。オッケー、今のは大貢献でしょ、大勝利、オッケー、ナイス、相手1カウントこんな、うわ、バトルナンバーワン、塗りポイントナンバーワン、注目された時間ナンバーワン、これは金表彰の中でもかなりいい表彰じゃない
まあでもそのかなりいいとか関係ないんだろうけどね、金は金で同じ扱いなんでしょうけども、これで X パワーお17キル7です。やばくない？はい、 X パワーどうなる？ 1968.6、強いのか弱いのかは全くわからないまあまだね、あのやったばっかだからそんな強い数値ではないと思います。まあとりあえず5000やった感じ、こんな、数値でしたがいかがでしたでしょうか。皆さんもね、ぜひバンカラマッチ頑張って X マッチ挑んでみてください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。